これが右打ちの渡辺民と2年生、そして向かって右がサウスポーの岩井俊とまだ1年生です。いやーバンビなんですがなかなかですよ平野さん。はい、もうしっかりしたフォームで、はい、ちょっと私のバンビの時とはちょっと信じられないようなこうラリーをしてますよね、はい、すごいですよね、はい、大きいラリー、そしてガッツポーズも豪快です。第1ゲーム渡辺が取っています。このあたりの攻防いかがでしょうか。いやもう私正直バンビというとちょっと台に近いところでラリーをしていましたから、はい、まあもちろん男子の選手ですけれども、はい、まあ今回もリオのオリンピックで活躍したこう水谷選手のねこうプレーをこう思い出すようなね、はい、プレーをしていますからちょっとびっくりですね。すごいです。スケール感がありますね。ありますね。はい、サウスポー1年生の岩井俊斗が2ゲームを取ってここでゲームカウント1対1。本当に2人ともいい形に見えますね。そうですね。この2人のフォアドライブなんですけれども、はい、しっかりとフルスイングしてますし、はい、またバンビの選手ですけれども、こう本当に台を大きく使ってしっかり動いてプレーしてますから、はい、いやこれは将来楽しみですよね。はい、そしてこの1年生岩井田も打点早く両ハンド振れるんですね。はい、このあたりのバックハンド。このコース取りもすごいですよね。サイド切ってますから。はい。はい、ご覧のようにゲームカウント2オールで最終ゲームに入ります。さあどちらが優勝を勝ち取るか。お互いに2ゲームずつを取り合っていますバンビ男子の決勝です。手前2年生の渡辺民とのサーブで最終ゲーム始まります。ここは打つ、前に詰める、回り込む、叩く、大きいラリー。いやすごいですね。この台をいっぱいいっぱい使ってプレーするっていうところがちょっとバンビの選手ではこう考えられないようなプレーになってますよね。はい、お互いにその幅もよく使います。今のあたりもいいカウンターですね。はい、すごいですね。はい、こちら側岩井田俊斗はまだ1年生、卓球を始めたのが5歳で今6歳の小1なので歴でいうと、まあ、1年から2年ぐらいしか経ってないですよね。いやもうそれはもうこのプレーからだと本当に考えられないような、はいはい、すごいこう動きもいいですし、はい、2人ともこうフットワークがすごくいいですね。はい、ポイント3対1、しっかりブロックする、そこを打っていく岩井田、飛びつく、これはフォアハンド、岩井田のポイント。そしてまたバンビの選手ですけれども、はい、2人ともこうフォアハンドにすごく威力がありますよね。それをしのいでというすごいこういいラリーを見せてくれてますね。はい、ここはロングサーブ効きました渡辺のポイントです。しかし岩井田のサーブも試合序盤から相手を崩しています。3球目攻撃、これは威力ありますね。台の中にしっかり入り込んで打ってますからね。はいはい、飛びつく、これは返ってこない。そのフォアハンドの威力もありますし2人ともうまさもありますね。はい、そうですね。最終ゲームコートチェンジしました。私正直ちょっと驚いているのは、はい、バンビのこの2人がすごく堂々とプレーしているところがすごく印象に残るだろうなって思うんですよね。はい、ガッツポーズをして、はい、私たちの頃は本当にこう泣きながら試合をしてましたから、すごくこう一流選手のプレーに近いプレーをしてると思います。はい、本当にこのポイントを取った時のこの声を出す感じとかリオのオリンピックの日本選手もそうですね。はい、将来そこにねこうきっと上がってくる選手だなると思います。はい、そして岩井田が逆転をしたところで渡辺民斗がタイムアウトを取りました。いいコースですよね。右打ちの渡辺のフォアハンドの先を抜けるようなシュート回転のかかったドライブ。さあゲーム再開です。1点リードを奪われた渡辺、フォアハンドオーバー。やっぱりもうフォアハンドでいろんなコースに打ち分けれますもんね。はい、これがやっぱり強さの一つだと思います。まあ、なかなかこの年齢でそれが
できるもんではないんですよね。できないと思いますよ。でもこれだけ試合で出せるということは、はい、やはり練習でかなりやり込んでると思いますね。手前、岩井田俊斗はお母さんが高校時代に全国大会出場という、やはりきっとそのご両親の教えっていうのがあるんでしょうね。さあ白熱の攻防8対7、共に将来の目標はオリンピックの金メダル、共にそこを目指すこの小学生の対決です。ちょっと浮いてしまった、追いつきました8対8。さあここから優勝へ向けての終盤、ここは連打ストレートへ。すごいですね。でも卓球がかっこいいですよね。はい、2人ともすごいかっこいい卓球をするなというふうに思いますね。岩井田がクロスクロスからストレート、1点リード。浮いた、このフォアハンドのコース取り、もうギリギリのもう白線のラインですからね、はい、なかなかこのコースにこのポイントで打つっていうのは難しいと思いますよ。はい、しっかり打っています。9オール、オーバーです。渡辺のポイント、さあ10対9、チャンピオンシップポイントは渡辺。浮いた、オーバー。どうですか今の。ちょっと惜しいミスでしたね。まあサーブでちょっとチャンス作れてましたからね。はい、はい、追いついた。10オール、吸い上げる。ここはヒットしませんでした渡辺。逆に岩井田俊斗がチャンピオンシップポイントになります。あー、いやー白熱。2人ともサーブがとてもうまいですよね。はい、はい、いいチャンスを作れていますし、はい、今も回転かかったと思います。しっかりブロック、ネットインがあった、飛びつく、出る、もう一本打つ、前に詰めた。すごい。どうですかこのラリー。いやもう本当に1年生のラリーではないですね、これは。本当すごいですね。はい、そしてまた岩井田がチャンピオンシップポイント、連打決めた。すごい、最後も見事なフォアハンドです。いやもう強気で攻めていきましたね。レシーブからもしっかりスイングしていきましたね。はい、いや最後のラリーもいいラリーですね。はい、いやもうこの2人は本当にもう将来有望だと思いますよ。しっかりスイングしてますし、はい、競った場面でも思い切ってプレーしているので、はい、将来楽しみですね。まあ、非常に可愛らしい満面の笑みが、そして敗れた渡辺、もう寸前まで手にしていた優勝をこの岩井田が手にしました。最後決勝接戦でしたね。どうでしたか、もう最後フルゲームの11対11から2点取って勝ちましたけど。嬉しい、ね、将来どんな卓球選手を目指しますか。オリンピック選手。